専門に研究したいです。ご専門に研究したいっていうので、はい、他の研究室から移籍してきて、数学科なんですけど4年次のゼミ配属で応用数理の方も取れるんですよ。あ、そうなんで、はい、僕はそっちの、ここでいきなりマグナスエフェクトって出てきて、なんだろう、マグナス効果っていうのが出てきたりして、持ち上げる力というか、こうボールが飛んでるときに何で浮くんですか。あ、ボールは何で浮くんですか。なんか分かれてますよね。ここが上から見てる。これ上から見てますね。横から見ましょう。横から。真横からの方がいいと思います。私。真横ではもう立体感ゼロにした方がいいと思います。横断面。はい。正面どっちですか。向こうです。あ、向こうですね、はい、それ正面そっちだと風の抵抗を受けそうですね。真近くだと先頭の方が丸くて厚くて、そう、丸くないと多分ダメですね。関数的に違うっていうのがカオス。